全国で唯一、愛知県岡崎市に配備されている全地形対応車レッドサラマンダーが大分県の豪雨災害に対応するため、昨夜出動しました。全地形対応車レッドサラマンダーは、浸水した場所や一般の車では入れない荒れ地を走ることができる特殊な車両で、総務省消防庁からの依頼を受け、昨夜11時、大分県に向け出動しました。 レッドサラマンダーは東日本大震災の後の2013年、総務省消防庁が日本のほぼ中央に位置し出動しやすいなどとして全国で唯一岡崎市消防本部に配備、これまでに出動はしたものの被災地で実際に救助などに使われたことはないということです。岡崎市と名古屋市の消防隊員およそ30人とともに大分に向かっていて、現地には昼過ぎに到着する予定です。 さらにきょう午後、名古屋市と岡崎市の消防隊員合わせて32人が大分に向け出動する予定です。